私たち遠く北海道なものですから、なかなか何回も来ることができなかったんですが、船越のわかめであったりとか、そういったものを仕入れて物資を売らせてもらってた支援がずっと続いてたわけです。5月の棚子屋街がオープンするということで、いや、それであればそれに合わせてちょっとまた支援活動をしようということで、石狩市民に広く呼びかけをしまして、暖房機器とお布団、それから棚子屋街の店舗の機材などを集めまして、その時はトラック1台とあとバス1台でこちらの方に来て炊き出しを何箇所かさせてもらってました。実はこの雄勝で使われているホタテの稚魚、稚貝ですね、ホタテの稚貝が私たちの石狩市の厚田というところからこちらの方に年間数十トンもですね、来てたという縁が分かりまして、ですがまだ養殖の方が収穫できないということで、まあ、そんなホタテつながりということで、厚田の今回はですね、ホタテを300枚、持ってきて今焼いてですね、ぜひ皆さんに食べていただきたいなということで、まあ、販売の方をさせていただいて、今回まあ出店でいろんなものをジンギスカンですとか販売してるんですが、その収益の方はこちらの方に寄付したいなというふうに今考えております。今回来るきっかけとなったのが、その子どもたちがやはりこの雄勝町って町は4300人の町が今1000人足らずということで、ほとんどの方々が町外に住むことを知らされていると、まあ、大変こう寂しい思いをしている子どもたちが大変多いということで、その子どもたちがこう集まれる、再会できるこのきっかけ作りをしたいなということで、町をやることでこう子どもたちがたくさん集まれば、昔のお友達が一緒に少しでも再会できるんじゃないかなという、そういうような子どもたちの元気につながればなと思って、そういうメンバーも来ています。一人でもたくさんの人が雄勝に集まってこえば、その雄勝を離れた人たちも、地元が頑張ってるなっていうふうに思えば、いつか必ず戻ってこれるんじゃないかなっていう、まあ、そういうような希望になれればいいかなと。